今日はありがとうございます。いえいえ、お疲れです。腰が痛いのに大変ですな。腰痛い。大丈夫かい。まあ、しゃあなかな。目つきらんない。せやね、目補正器。カツラどげするの。これね、これリース。リース。うん、クリスマスリースとか、やっぱ秋何かクラフトものをするとき。なかなかなかろうな。ないよ、だいたい山まで行ってな、取ってこんといけん。公園近場でこんだけあるじゃん、やっぱ山で、なんぼだ、もう山じゃわ。なんぼであるな。気持ちよく植えちょったんだ。ちょった植えちょったんじゃん。だいぶすっきりしたやろ。うん、ほんと風通しが良くなったな。そうそう、風通しはいいよな。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私はこのカズラを片付けて、カズラ片付けて、この剪定バサミ持ってこうかな。ん？これで悪いんです。それジョンさん使うじゃん。あ、いやいや、いいよ。いやいや、もっとあると思う。あるなら見出しよ。出して。何あるかわからんなっちゃう。正直出さんなっちゃう。周りの人が覚えちゃってから、あれがあるわええとか言う。そうじゃ。運転してみよう。トリオンで。え？トリオン。運転してみよう。あ、そう。船にかけるときはそれをオンにする。うん。で、最初はこれがチョークやけんな。うん。チョーク。うん。まあ今は多分チョーク引かんでも大丈夫だ。うん、それは引く。そう、頑張って。頑張れ。で、チョーク引いて。はい。前回。前回チョーク引いて、はい。
運搬車どうでしたか？楽でいい。じゃあ片付けましょう。はい、いつ見てもすごいと思うけど、この猿の腰掛け、腰掛けてみたい。これは何やろ、キノコ系ですが、あまり硬くない、やわやわでした。お、後ろに隣仲間か。お、これは硬い。あ、取れた。これは硬かったよ。ゼンマイあるやん。あるある。なあ、もう今もうな、ゼンマイしか見えんのよ。もう霧もかけちゃうな。焦げ締めたらいっぱいあるな。何が？恵みがあるある。いかに今まで見落としとったかじゃな。もうゼンマイやら素源気がねえわ。うん、草刈りにばっかり考えちゃったらな、みんな狩ることばっかりな。そうだ、取るなんかねえわ。ねえわ、狩るばっかりだ。これ大変なことあるんだ、この下。え？ここ掘ったチョコか燃やそうかもダメ。うん。まあ。うん。でも雨に燃やせよ、これ。そうやな、それ方がいいかもな。うん、もうそれ方がいいわ。まあこれがここにあったとしても。うん、見た目かっこ悪い感じではないと思う。まあ、ここはな。うん。あ、問題はこれじゃな。あ、それな。それは悪いな。うん。なんか幽霊みたい。うん、それは切ろう。これな。それだけ切って、ちょっと切りつけようか。せやな、そうしよう。今日の動画は片付けようだけで。そうじゃな。まあでもそれは どっちかになるわ。片付けよるか、切りよるか、刈りよるか。そうじゃな。トータル全部終わらんわな。終わらんわな。うん、なら、これ切る。はい、お願いします。うん、そうやな。あ、レシプロサで切れるな。切れるよ、細いけん。な。おお、いってぜ。気持ちいいよ。切るとかいうのは相当気持ちいいな。うん、女子には分からんやろ。いや、分からんこともないけどな。そうなん、うん、やっぱこう切ったりするっていうのはスカッとするわな。うん、ちょっと切った形跡がある。うん、切っちゃるわよ。ちょっとな、大きいわ、株が。もうそれはやめときな。え、それはもう、ちゃんと方がいいな。ちょっと、これはちょっと。おお、なんか歯がバリバリ。あ、でも気持ちいいわ、中は空洞やな。切ろうや。切りかくら、切りがねえな。はい、やめな、時間。いやいや、いいけどな。どうぞ、ご存分にどうぞ。はい、切らさせていただきます。はい、おぉ、出た。お疲れでございました。手がしびれた。うん、もういいと思いますが、まあするんな。調子のうちやるとまた後で来るで。そうじゃな。うん、あら、なんだ、カメラ向けたら何吠えよんの。さっきまで死んだごと静かやったのに。白目向いて寝ちゃった。どうした、ハナ。あんたカメラ好きなん？好きじゃん。カメラ視聴者の皆様にご挨拶ですね。なかなか礼儀正しい。ハナさん、ハナさん、今日ご機嫌いかが？ハナちゃんじゃんけんを。ハナちゃんじゃんけんができる。ハナちゃんじゃんけんしよっか。あ、嬉しそう。嘘。はい、なんとなく嬉しそうな感じ。甘えた顔しちゃう。ハナちゃんじゃん。はい。ハナちゃんじゃんけんじゃんけん。ほい。なんだそれ。チョキや。ハナが違うちゅうるで、チョキやねえち。え、
チョキじゃろ今。チョキやったろ。なんか意義ありちよる。チョキじゃね。グーな。グーやったんな。視聴者の皆さんが花ちゃん見てちよんで。ねえ、鼻起きなったな。釣り上がっちゃが悪いんだよ、あんた。癖はな。え？癖はな。アロジャラな。うん、せんなぼちぼち抜くくなったらな。うん、またあの寒い時洗うと怒られるけどな、視聴者。抜き時洗いますし、言うちょかな。そうそうそう。そういうことです。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、なら花、仕事行ってきますよ。またな、横に横をちょってください。お昼から今後やります。はい。ジョーコさん来てくれたんで、頑張っていきましょう。はい。天気いいな。今日はいい天気や。なあ。うん、はい。まあでもあの終わると思います。はい。頑張っていきましょう。すごいなんかこれ上からこう切っていくの？いやもう下、本当は下からやけど。うん。下行くよ。まか下行く。へえ。こう降りていくの？こっから降りて。背は出んのね。ちょっと焦げん感じ。そうね、滑り落ちだせん。落ちるわな。気をつけなで。気をつけなな。はい、気をつけてください。本当そうなんだ。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。転げんごと。よし。
れでした。終わりました。終わった、すっきりしました。ありがとうございます。お疲れでした。いや、撮影してくれると相当楽やわ。本当そうやろうな。一回一回三脚で動かしたりせんでいいしな。うまいこといかんねよ、三脚するとか。いや、こういうな急下のところはどうしても、そうなんや、な倒れるわ、うん、風が吹きゃ。そうなんや。パーティー振り返るともう倒れちゃうの、これ。せっかく一生懸命やったのに。そうです。そうじゃわな。でもよくここを転げ落ちんでから。でもそれはその直旅のおかげ。そうやな、スパイク直旅。あ、やっぱな、やっぱこれ、あ、やっぱそうやな。じゃないと危ないわ、これだけ笹が倒れちゃったら滑るしね。でスパイク直旅もそこが結構あっち行けん。うん、うん、うん、あの笹とかこう何ていうの、切り口がこう立つやろ、うん、でも割と結構行くけん。これスパイク直旅ってどこにおるよね。あー、あれでホームセンター。おるよは今。あ、ほんと。意外と売れ行きが良くて、うん、5.5 とか、うん、6までのサイズは売り切れが多い。え、そうな、やっぱ皆さんご愛用って感じ。うん、そうやろな、売れ筋は。うーん、最近はな、意外といろんなところで置いちゃうわ。それうち 22.5 とかあんのやろか。小せえな、足。小せえよ。まったま小せえな。そうそう、小学校の頃からあんまり成長しらん。でもスパイクは本当あった方がいいけんな。そうやな、うん、22.5 やらあるかな。やっぱこう私思うのに、やっぱ女性はそういう作業をあまりやらないという前提で作っても売れないっていうところで業者は作らんのやろうか、うん、今な、俺もそれずっと疑問に思ってて、うん、女性向きの全て長靴にしてもな、うん、ないよな。ない。いや、ほんと、うん、安全靴とかああいうのも、うん、私のサイズが悪いんかもしれんけど、やっぱ 22.5 はない。でも今ってね、あのもう女性もいろんなことをするしね、うんうんうん、私なんか結構つなぎとか、うん、その安全靴系とか、うん、割と探すんよ、ワークマンとか、うん、いろんなホームセンターとか、うん、ないもん。なあ、うん、ないよね。あの天下のワークマンでさえもないもん。ないよね、うん、そこはやっぱこの先、うんうん、そういうのもきちっとこう取り揃えてほしいよね。そう、以前からずっと思うじゃん。そう、で通販にしてもね、うん、もう限られてるよね、だいたいつなぎもなんか色が限られてるし、そうそうそう、可愛らしいやつとか、うん、デザインを良くするとか、うん、なんかないよね。そうよな、こうカスタマイズできるような仕組みとかね。そうそうそう、なんかちょっと何割増しでもいいから。いや、そうよね、うん、なんかカスタマイズできるような感じにしてもらうとか、うん、そう、女性が今農業したり林業したり、うん、いろんなね、アウトドア系のファッションではなくて、うん、作業仕事としてやってる人も多いけん、うん、そこもちょっと、うん、あれだけ男性ものがいっぱいホームセンターいろいろあるでしょ、羨ましいわ。まあ、22.5 も作ってください。スパイク直旅も。いや、本当そうそう、なんかね、うん、あのみんな今成長がいいから、うん、そんなちっこい足の人が、まあ、おらんのかもしれんけど。いや、それはそれそうかもしれんけど、おる人もおるんやけどな。そうそうそう、なんかね、やっぱ欲しいです、はい、でね、もう長靴でここ降りてけんよね。降りてけん、これはな、これは降りてけん、これはもう自殺行為やわ、うん、こんなん滑ってずるっち行くわ。そうだよ、うん、引っかかりがないけん、うん、まあ、いや、もうヒヤヒヤしとった上から見ちょうのにずるっち行くんじゃねえかな。ちょっと一回ずるっち来たろ。まああんなは何回、いつも何回もあるけど、ずるっちなんかやなったけど、そうなるわなって思って。そうそうそう、うん、これもなんかこう火付け盗賊が来てくれてバッチついてたらバッチ終わるような話やけどな。まあでも今年1年目やから、うんうん、あとこうしとけば来年はもっと綺麗にできると思います、うん、そうですね、うん、まあ、今まで手つかずだったわけですよ。そうそうそう、うんうん、まあ、来年はもっと綺麗になると思います。まあこの辺の椿ももうちょっと整備はせないかんけど、うん、まあまあとりあえず今年は、うん、そうですね、こうやって、うん、来年にやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。今日はいえ、お疲れ様でした、はい、あそこの木も片付いたし、そうですね、よかった、はい、草刈りも全部終了しましたので、はい、おかげさまで終わりました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。
長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。